今回は、バーバラちゃんのとあるコラ画像、で笑う旅人たちの反応集を見ていきましょう。米印注意。今回の動画は崩壊スターレイルのネタバレ要素を含みますので第2章の最新ストーリーまで攻略してない方は自己責任で見ることをお勧めします。この間数年放置したバーバラのデートイベントやったらさ、選択肢を間違えたら即終了みたいなゴミだったわ。あれはバーバラを体現してたなわら。普通にやってたらバッドエンドならんやろ。あの一幕だけでこの扱いに落ちたていうか、そう、やりたくもなかったデートイベントでこれが出たんですよ。あまりにクソすぎて草だったわわら。これほんまマンコで辛い。草。いいねこの絵。バーバラちゃんが可愛いからって意地悪なお絵描きしないでピエン。むしろこれ結構好きなんだけど。最近どの選択肢選んでもクリアになるから張り合いないわ。女性慣れより文章読解の問題だから読み飛ばすやつにはきついだろうな。バーバラとデートしたら途中で矢に吸いに行ったまま帰ってこないよ。あれ旅人の選択肢普通にキモいから逃げて当然よなって思ったわ。オタクイヤーの展開見て原神に貢ぐことを決めたな。最高だった。今はキモいけど、デートのこれ見てバーバラ原神界でもまともな部類のキャラだなって認識になったわ。こいつ教会の裏でタバコ孵化してるからな。ユーザー自身の気持ち悪さを叩きつけられて発狂逆ギレした奴らの感想だ。バーバラちゃん、海開きでーす。さ、バロタ、まさかバーバラちゃんもユーソンの血族？強い。もうでかな？10回で草。そこボイドレンジャーたちに占領されてるよ。バーバラちゃんも首ポツされてほしい。バーバラがグイッとガッツポーズしたら海割れたってマジ？やべ、抜いた。いかがでしたか？このチャンネルでは原神の反応集を中心に毎日朝7時半と夕方5時半プラス土日は午後12時に投稿予定なのでよかったら高評価やコメントしてくれるトーク主のモチベーションにつながるのでありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。